さあ始まりました動物の森、今日も頑張ってやっていきましょう。今日はですね、まずはじめに引っ越してきてるシドニーちゃん、挨拶をしてなかったので一回会いに行ってみましょう。あ、ここのお家、ここのお家、うんうん、紫の屋根で可愛いね。外出しています。どこにいるんだろう。いました。おお、よかったよかった、お願いします。いいね、かわいいね、やっぱりコアラ。よし、じゃあ今日はここの川の改良をちょっとやっていこうかなと思います。あ、ローランさんいるわ。よし、ゲットした。茶色いウッドデッキのラグ、へー、後で引いてみよう。ですね、ここをね、まあ、改良をちょっとしていきたいんですけど、こっから一応つながる感じにしようかなと思っております。それでこの辺もね、結婚式エリアにしたいんですよ。でこの辺りを披露宴会場で、こっち、ここの影、ここを挙式会場っていう感じにね、しようと思っております。なのでとりあえずこの金のなる木、これを移動させようかな。これがね、フルーツとかじゃなくてお金がなって、そのまま広葉樹に変わるので、これをこの辺に埋めていきたいと思います。この辺かな。もう一本ぐらい欲しいな。これもいけたっけ。あ、いけたいけた。よし、じゃあこれも奥に埋めちゃいましょう。まあ見えないかもしんないけど、とりあえずこの辺に埋めれるかな。あー、埋めれないっぽい。じゃあしょうがないので、とりあえずこの辺りに埋めときましょう。なってる木だったらいけるかな。よし、それでこっちのエリアをなるべく広くしたいんだけど、ここからはつながっていきたいので、この辺をどかして、ここを曲げてこようかな。その前に忘れていることがありました。ハニーの島に今日も行かなければ。またね、結婚式のやつやらないと。ハニーの島に行きましょう。さあ今日もやってまいりました。よし、サクッとやっていこう。物が増えておりますね。全部使っていこう。じゃあまずこれがメインテーブルって言ってたか。新しい家具もどんどん増えてきているし、すごい可愛い感じにはなってきておりますね。やっぱり結婚式は女の子の憧れっていう部分はね、大きいので、家具を配置するのはね、まあ、楽しくはやってるんですけど、一応ね、家具の種類と数で評価が決まる、愛の結晶だったかな、がもらえる数が決まるって言われております。なので私は一応レイアウトも気にしつつ、数も多めに設置しております。よし、 OK、 サクッと作りました。愛の結晶11個、ウェディングなメインテーブル。よしよし、愛の結晶を持ってきたら家具と交換できるって言ってたよね。順調に集めていっています。よし、帰りましょう。さようなら。よし、帰ってきた。じゃあ早速ウェディングエリアを作っていきましょう。と言ってもね、まだね、下地だけどね。じゃあ川をね、改良していきます。一旦この辺の木を避難。これは切っちゃってもいいかな。よし、やっていきましょう。じゃあここにつなげていきたい。そしてここを一マス開けの、こうしていきたいね。直角みたいになってしまうけど、
もうしょうがないということにします。操作が難しい。川掘るのが一番難しい気がする。崖の方がまだ簡単な気がする。ちょっとだけ川幅を変えていきたいので、こんな感じで加工は4幅あるけど、曲がったら3幅っていう感じにしていこうかな。この辺に橋を架けたいね。橋はもう斜めじゃなくていいから、普通にまっすぐな橋を架けたい。なのでこっからこうは橋架けれないから川と被ってしまうので、ここを曲がってこの辺からこう、まあ、ここでもいいけどな。橋、海にね近いところを橋にした方がね、釣りをしたりするときにね便利なんだよ。じゃあやっぱこの辺を橋にしましょうかね。一応ここはフルーツのトンネルをねここまでつなげていきたい。ちょっとこの辺どうしようかな、ちょっと悩もう。で向こう側をやっていこうか。ここだね。ここはですね、この辺を木で埋めて、でちょっとね複雑な感じのルートにしてこっちにつなげていきたいので、木を一回移動させちゃおうかな。まウェディングエリアのイメージとしては、トンネルを抜けたらそこは不思議な街でしたじゃないけど、森の奥にある結婚式場みたいな感じにしたいですね。とりあえずこの辺に木を一本と、この辺にも木を一本、あとこの辺の花をどかさないとどうにもならないな。ここに橋を持ってくるとして、この辺を花エリアにしようかな。とりあえずこっちに移動させて、奥から順番に作った方が多分いいと思うので、この辺の花を一回移動させましょう。これウェディングエリア作るの時間かかりそうだな。すごい地道な作業が続きますね。花結構あるな。交配をしたくてね花を埋めてるところがあるじゃないですか。あそこで毎日お水やりをしてると、狙った色じゃない色がねこうやってね咲いてきてね、このような状態になってしまっているんですね。狙った色がなかなかね咲いてくれないというね。ここ2段目にしてもいいかもな。こっちつなげて、なんかめっちゃ美味しそうなアイス食べてるわ。いいね。暑くなってきたからね、アイスも美味しい季節になってきたよね。ちょっとこの辺のレイアウトを悩みたいので、続きは明日にしましょうかね。なんか今日ほとんど何もしてない気がするけど、続きは明日にしますわ。ということで、よろしければぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。他にもたくさん動画上げてますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。